最近あんま食われへんかったな。これ意外やって、はいはい、あの EU 3分の2だったでしょ、3分の1になって、当初主治医の先生に、はい、ご飯食べれないからちょっとずつでもいいから1日6回ぐらいに分けて、はい、ちょっとずつ頑張って食べていきましょうって、何でもいいからちょっとずつ入らないから、で、うわそうなんやと思ってさ、めんどくさいな、急に食べると胃と腸のつなぎ目が詰まっちゃって、はい、ダンピングって言ったら、はいはいはい、戻してしまうんですよ。あ、まあ、嫌やなと思いながら退院したその日にさ、逆にカツ丼食うだろうダンピングっていうのを一応分かっとかないと、はい、あ、なるほどなるほど、あかんと思って、はい、何やったら普段そのガンする前もカツ丼って普段絶対食えへん、あんまり聞かないですね、一番重そうなもん、はい、だからメニューでカツ丼やったらカツ丼食うだろうって、普通に食えてる、あれ普通に食えると思う、超人だな、ダンピングを経験できてないから、あれ戻すって言ってたけど普通に食えた、後から食うのかなと思って、1時間か1時間か で次の日も何もなかった、またチャレンジしようと思って次の日行くだけな、なんかすごい重たい濃いもんかって、はい、食えて、そっからずっと普通に食えて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 、あの10キロ太っちゃう10キロ太っちゃったよ食いすぎて、ガンを病み上がりの10キロ増、そうすごいな、で主人の先生にどういうことなんですかって聞いたら、いや分かんないよって宮迫です。